時は戦国時代後期。上洛し、将軍足利義輝とのつながりを強化した織田信長は、父信秀が成し得なかった国主につくべく、尾張全土の制圧に本腰を入れた。永禄元年11月、信長に降伏後も、なおも謀反を企み続けていた弟信雄を清洲城に呼び寄せ殺害すると、翌永禄2年4月、尾張守護代岩倉織田家当主織田信雄を尾張から追放。信秀死後、7年続いた織田一族の内乱に終止符が打たれた。信長は休むことなく、次なる策を実行に移す。それは、同盟先の水の領土を遮る今川領の鳴海城と大高城を取りに、今川義元を誘い込み、討ち取ってしまおうという大胆な計り事であった。尾張知多郡を支配する水野信元の偽りの降伏を信じた義元は、自らが迎えば信長もやってくる。そこを大軍で討ち取ってしまおうと目論み、挙兵。駿河、遠江、三河、各地の国集らが合流し、尾張に入る頃には2万5000を超える大軍となっていた。義元は自らがおとりになることを決め、隊を分散させ挑発するも、一向に城を出てこない信長に呆れ、大高城に戻ることを決める。その知らせを聞いた信長は、馬回り集ら精鋭2000を引き出陣。雨を嫌い、桶狭間山で休息する義元本陣めがけ突撃すると、油断しきっていた今川兵はあっという間に離散。旗本衆と共に逃げていた義元も、じきに追いつかれ、討ち取られてしまった。総大将今川義元討ち死にの方に、今川諸将は一斉に遠江駿河へ撤退を開始。大高城の松平隊、鳴海城の岡部隊も撤退を余儀なくされ、織田信長はわずかな犠牲で尾張からの今川一掃を成し遂げた。褒美に鳴海城を与えられた佐久間信盛は、信長からの新たな命を受け、刈谷城の水野信元を訪ねた。水野殿、邪魔をするぞ。信盛殿が信長殿の名代でしたか。わし以外に殿の名代が務まる者などおらぬであろう。ははは。はあ。して、信長殿はなんと、この酒瓶を百貫門で買うようにと。百貫門。それは無理に。ははは。ざれ言ぞ。勘弁くだされ。当家はこの先美濃の斎藤との戦が控えておる。背後の憂いを払拭するべく、三河の国衆らを今なばから話すようにとの信長様の命にござる。頑張ってください。そなたへの命ぞ。であろうな。それなのじゃが、弟の信親が討たれたことは存じておろう。ああ、水野信親殿か。鳴海城を明け渡した岡部元信が、駿河に戻る道中、この刈谷城を襲撃し、信親殿の首を土産にしたと聞いたが。うむ、弟も人が良すぎたのじゃ。岡部から水を所望され、ついつい対応してしまったのが運のつき、西三河の調略を託していた弟が亡くなったゆえ、こうしてわしが刈谷に入り一からやり直しておるところ。なるほどな。ならばまずは吉良からであろう。吉良の当主、吉良義昭は、三男でありながら今川義元に味方したことで当主の座についておる。その義元はもうこの世におらぬ。今ならこちらに寝返らせることもできようぞ。今川の主はすでに氏真に引き継がれておる。それに吉良と今川は同族でもあるのじゃ。そうやすやすとは運ばんぞ。こちらには吉良義康殿がおられる。当家にくだらぬと申すなら登場状を攻め、義昭を追放してしまえばよかろう。佐久間殿が総内相になわけあるまい。大高、鳴海の合戦で下手を受けておらぬ水野殿が大将を担うべきだかろう。弟を失ったと申してであろうが、わしも同族を多々失ったんじゃ。まあ、まずは、はずぐんの地侍だから、調略を進めていくとする。頼みまする。それと、松平の小僧はどうなった？松平元康のことですな。家臣の知らせでは、岡崎城に向かうと、されど、駿府に戻っておるやもしれぬな。殿は、何故か松平の小僧を高く評価しておる。岡崎に留まるようなら、必ず味方に引き入れよと。今川を図ったことは、知られておる。わしの言葉など聞く耳持たぬであろうよ。信元殿はあの小僧の叔父なのであろう。妹殿を使うなり何なり手を使えよう。まあ岡崎城に入ったと分かれば動いてみまする。ああ頼むぞ。日が暮れる前に鳴海に戻るゆえここらで。お気をつけて。おっと、土産を渡しておらなんだ。家宝といたすがよい。ありがたく頂戴いたしまする。当家の主である兄上に対し偉そうに仕上がって。仕方あるまい。当家は織田の傘下なのじゃ。織田不大衆の佐久間殿から見れば、田舎領主程度にしか見ておらぬのであろうよ。この関係は続くので。ああ、信長殿は、あの出武将で有名な今川義元を、尾張におびき寄せ打ったのじゃ。頭では描いてみても、実行に移す大将などおらぬのみ、あの御仁はやってのけた。兄上は、
桶狭間での奇襲は信長殿が描いた策であったと。桶狭間山は流れでそうなったまで。ただあの辺りで義元が休息することは読んでいたであろう。恐ろしいお方ですな。ああ、この先信長殿は北の斎藤に目が向かう。その間我らはこの壁海軍を安寧とするべく動くぞ。ははわしは吉良家にあたるゆえ、忠重は浅井六之助と共に松平の動きを探っておいてくれ。かしこまりました。尾張から今川を追い払えたとはいえ、水の量と隣接する壁海軍や葉津軍は今川派の国衆が支配する状況であった。信元はこの地の切り崩しに動き出した。その頃、松平元康は岡崎城の状況を把握するべく大樹寺に入っていた。殿、岡崎城に詰めていた城代らの詳細が判明しました。うむ、聞こう。は、春日備前殿、伊能津達殿は道東海へ撤退を終えており、山田元政殿は信長奇襲の報を受け、御詰め隊を率い尾張へ向かっておりましたが、織田軍の返り討ちに遭い、山田殿をはじめ大半の将兵が討ち死にしたとのよし。山田殿、誠忠義の将であった。いかにもです。ここはすぐにも岡崎城に入り隊を整え、義元様の仇討ちと参りましょうぞ。まあ焦るな。もう大樹寺に入り半月経っておるのですぞ。岡崎城には指揮する将が誰も残っておらぬのです。殿は岡崎松平家の主、誰も文句など申しませぬ。そうですぞ、あいた城なら拾ってしまえばよい。それがしが岡崎城主となることを義元様は最後までお認めになられなかったのだ。筋を通さねば入ることはできぬ。そんなのんきなことでは地侍らが織田派に転じてしまいますぞ。まあ待っておれ。元康様、届きましたぞい。おう、和尚、待っておりました。何が届いたので？ああ、駿府からの知らせぞ。氏真様からの文書に。そうだ、松平元康、こたびの父の死を未だ信じられぬ思いぞ。されど帰還した家臣らの話を聞くに、そなたが岡崎城や大高城でとどまるようにと父に必死に還元していたにもかかわらず、父は隊を分散させ動いてしまった。そしてこの結末だ。父だけではない、頑張ら氏則、由井正信、朝比奈秀則、三浦義成、長谷川元長、藤枝氏明、富永氏重、松井宗信、井伊直盛、当家を支える多くの重臣や領主らが散った。これほどの痛みはない。されど元康、そなたが生きておったのは何よりの救いぞ。大樹寺東予商人からの文は主家と読んだ。そこに書かれておった、松平元康が岡崎城主として入り織田の西三河侵攻を阻止するとの願いを叶うてやろう。そしてもう一つの願いである、元康の妻瀬名とその娘を岡崎に送り届けることも約束する。されど長子竹千代は証人として駿府に留め置かせてもらうぞ。また落ち着いたら元康の憎たらしい喋りを聞かせに館へ参るがよい。氏真様の許しを待っていたと。そういうこと。これで今川の主に認められた正真正銘の岡崎城主となれた。松平一族もこれなら納得しようぞ。恐れ入りました。あいた城ならの下りはなかったことに。ははは、忠次、和政、はい、この文書を使い松平一族を一つにまとめる。すべての主に領土安堵を約する使者を、また周辺の寺社に宛て、これからは元康が面倒を見るとの通達も頼む。承知しました。元康様、ここにおられましたか。おう、正家、吉良義明様の様子はいかがであった。はい、義元様の討ち死にを知りかなり動揺しております。やはりそうか。水野や織田はこの機に乗じ、再び吉良義康殿を動かしてこよう。吉良が再び混乱せぬよう、それがしも尽力するゆえ、その旨義明様へ伝えてくれ。心得ました。殿、世界から直殿がお越しです。おう、すぐに会おう。無事なお姿を拝願でき安堵しております。なんとかな。それよりこれを。お、元康殿の岡崎帰還、氏真殿がお認めに。これは誠執着に。うむ、以前の約束を覚えておりまするな。え、元康殿が岡崎城に入られるのです。この忠直、以後は松平宗家のため誠心誠意働かせていただきます。頼もしいぞ。して鴨軍に織田が侵攻してくる気配はないか。鴨軍までは入ってきておりませんが、桶狭間での合戦に連動するかのように春日井軍の信濃城に織田軍が攻め入り落城。鴨の入り口に当たる囲碁砦に我が家臣榊原長政や本田正信ら戦を配備させ感動を監視させております。あと梅津坊砦には三宅正佐などが守備に。うむ、信長の目は美濃に向けられたと聞いたが、西三河の地を諦めたとは到底思えぬ。まずはそれがしがしっかり松平衆を束ね、今川の衰えを悟らせぬ動きを取ろうと思う。織田に奪われた地を、いや先にあの憎たらしい水野が刈谷城に。うむ、水野信近を失った刈谷城、そして水野の巣窟小川城を潰す。患者より水野の麓が刈谷城に入ったと聞きましたぞ。な、何、刈谷に入ったと。
そうか、敵界の地侍らの切り崩しに動く気か。うかうかしてはおれんな。殿、三つの家臣浅井六之助殿が謁見を求めておりまする。噂をすればか、南門の番所に通しておけ。数名の手だれも潜ませておくようにな。あ、浅井殿は大高から我らを逃した恩人ですぞ。万が一の時の備えだ。はい。今しがた表裏者水野信元殿の噂をしておったところぞ。ははは、表裏者とはまさに我が殿にぴったりの異名にございまする。であろう。何はともあれ、あの日我らを無事三河の地に届けていただき、改めて感謝申し上げる。感謝などともったいないお言葉にございます。主、水野信元は、おいである元康殿の身を痛く案じておられました。それはそれは。こたびの一戦で、今の訳は大きな痛手を被りました。三河だけでなく、駿河や遠江の領主を多く失ったことで、弱体化を招くことは目に見えて明らか。今のうちに今川と手を切り、織田と結ぶことを。ははは、冗談は顔だけにしてくれ。それがしは今川一門、松平元康である。戻って、おじにお伝えを、首を洗って待っていなされと。信長様は、元康殿を高く評価されております。今なら、合図一つで、メイドに旅立つことになりますぞ。使者ですぞ。再度申す、おじに首を洗って待っておれとお伝えくだされ。今日のところはここらで。あれでは、警戒されるだけに。未だ、岡崎城にも駿河にも戻れておらぬ、状況を知り、おじは油断する。その油断につけ込むと。その通り。狙いは、この刈谷城と小川城。同時に狙うと。うむ。おじは刈谷城に入った。小川城は手薄であろう。ならば、別動隊の指揮をお任せくだされ。いや、忠直殿は、鴨軍で、織田の動きを見張っておいてくだされ。承知しましたぞ。元安様、岡崎城に入られるなら、お預けしたい将がおりまする。家臣は、一人でも多く欲しいゆえ、会わせていただきたい。うむ。では、こちらに。松平元安は、正真正銘、今川の主となった、今川氏真の許しを得た上で、岡崎城に入った。8歳の頃、駿河で肥後の身となってから、11年の月日を経て、本領、岡崎への帰還を成したのだ。元康が岡崎城に入った知らせは、すぐにも駿河、今川館に届けられた。亡くなった井の屋の井伊直盛殿には、死がおりませぬゆえ、重帝の直親に家督を継がせるでよろしいですな。ああ、それでよい。鳴海城から戻られた岡部元信殿には、水野信親の首を挙げた功績により給料回復とするで。ああ、それでよい。殿、真面目に祭りごとに向き合ってくださいます。ちゃんと聞いておる。それが当主の態度ですか。しっかりしなさい。おばあ様が何故ここに。あなたの祭りごとが心配でやってきたのです。案の定この手が楽な姿。ご案じなさらず、北には間もなく信濃を手に入れる武田信玄殿、そして東には関東をほぼ手に入れた舅の北条氏康殿、父を失ったとてこの三国同盟がある限り道家は盤石ですぞ。さらには摂斎の頭脳を引き継いだ松平元康を本領である三河岡崎に入れたのです。奴なら西をしっかり守ってくれよう。今日の地下から文が届きました。関白この伊佐木久様が上洛された一五十五長おかぎとなり、関東関米入れ次の今さの要請に応じ、一五に向かったとのこと。関白も暇ですな。もそっと見識を広めなさい。そんなに怒らぬでも。これは小泉や武蔵が再び会えることを示唆しておるのです。そうなれば、北条氏康殿、氏政殿より援軍の要請が入りましょう。無論、舅殿の要請とあらば、一万の援軍を即座に送りましょうぞ。あなたの求心力では、その半分も集まりません。半分とは？半分でも多めの算段です。とにもかくにも、一刻も早く亡くなった譜代衆、国衆らの領土安堵状を発表し、氏真を頭とする軍組織を築くのです。わかりました。殿、三河、岡崎からの文が届きました。ほう、元康からか。まあ、これで三河は安泰であろう。元康から感謝の礼状だ。見せてくだされ。大すぐにも水の攻めに動くゆえ、援軍を求めておりますな。ご隠居様の弔い合戦じゃ、ここは殿自ら。いかぬ。とうとうに闇川の国衆らの心を束ねる上でも、そして当家の名声を回復する上でも、ここは。いかぬと申しておろう。縁起の悪い三河の地など行きたくない。それに、今しがた、おばあ様も申しておったであろう。関東が荒れるやもと。兵を動かすなら、西よりも東ぞ。岡崎に入ったばかりの元康殿だけでは、水野や織田と戦うには、身が重かろうかと。ここは一つ。氏真は、元康の舅であったの。そなたを総大将とした援軍でも編成するか。
松平衆の士気も上がろうものぞ。関口殿は文官ですぞ。ざれごとぞ。まあ援軍については野が明けてから考えるとする。元康も岡崎城に入って早々戦になど動けぬであろう。それよりまずは敦賀や遠江の家臣、そして寺社や領民らの不安を払拭することからぞ。元康殿にはなんと。野が明けるまでは挙兵は待つようにと。追って伊能や小原らに指示すると伝えておくがいい。はは、ではそのように。敵国に隣接する松平元康と遠く離れた戦のない平和な地で暮らす今川氏真とでは危機感に大きな隔たりがあった。そのことが二人の関係を徐々に蝕んでいくことになる。元康殿、殿の命を受け東三河衆を引き連れて参ったぞ。おう、小原殿、援軍痛み入ります。して数はいかほど。300じゃ。さ、300、3000の間違いでは。桁を間違えるほど老いぼれてはおらぬ。殿からご詰めを担えと。ご詰めですか、わかりました。では小原殿の隊はここより東海道を西に向かった千里府の社に布陣いただき、織田の動きを見張っていてくだされ。承知ぞ。殿、西尾城の牧野成貞殿の使いの者が。西尾城？吉良家の居城であった西条城の改修時に名を西尾城に改めたと聞きましたが。そうであったな。使いの者はなんと。はっ。西尾城の牧野衆がこの大浜館に入ったとのよし。長田殿の隊も合わせ2000ほどが下地を待っていると。潮の頃合いから虎の刻が良いであろうとのこと。うむ、ならば明後日の虎の刻下に渡るよう使いの者に指示を。はは。よし、皆の者聞いてくれ。いよいよ吉本様の弔い合戦が始まるぞ。敵は裏切り者の水野信元、それがしの叔父だからと気遅れしてはならぬ。徹底的に叩き潰すのだ。出陣は明後日の夜中。深間衆、桜井衆、藤井衆は刈谷城の陽動に、我ら主力は本田衆を先方に岡崎を立ち、知流を経由し小川城を一気に狙う。よいな。今川義元が桶狭間で散ってからおよそ3ヶ月が過ぎた頃、松平元康は叔父であり織田と内通していた伊豆の信元を連れく兵を挙げた。弔い合戦を大義名分にしたことで兵の士気は高く、今川義元の恩恵を受けた国衆が続々と加わり、知流に入った頃には3000に迫っていた。深間衆や桜井衆らが刈谷城から南に藩里の地に布陣、その動きが刈谷城に入る頃かと。うむ、絶好の知らせが入りました。申せ。はい。村人らの話では、水野信元は刈谷城に入っていると。岡川城には信元の弟水野忠明が城内として詰めており、数は500程度。問題は境川を渡る橋ですが、防具が復興できておらず、北の泉田まで遠回りすることになります。敵に悟られずに済もう。進軍は泉田の関東を使うとする。明るくなる前には下軍に入っておきたい。急ぎ向かうぞ。松平元康は小原重真の隊を御詰めとして地流に残すと、闇夜の中泉田を抜け橋を使い境川を渡ると、南に隊を向け小川城を目指した。その頃刈谷城の水野信元は続々と入る今川方の動きに対応していた。よう知らせてくれた。これは褒美ぞ。おお、ありがたい。今川に動きですか。ああ、松平元康が大将として動いておる。泉田から境川の渡河を終えたとのこと。狙いはその刈谷城ではないと。ああ、南の隊は陽動で、本命は岡川城なのであろう。元康の取りそうな策ぞ。正しげ、すぐにものろしをあげよう。その後の手はずも良いな。あ、心得ております。おいっ子、元康。こんなところでくたばるなよ。水野信元は今川方が桶狭間の報復に動いてくることを読んでいた。刈谷城から登ったのろしを合図に、水野領内は一気に臨戦態勢となる。その頃松平元康率いる本隊は石ヶ瀬川手前まで進軍を置いたところで、各地より登るのろしを確認した。水野領の出城や砦から無数にのろしが上がっておりまする。こちらの動きに気づかれる前に。ああ、城を固められる前に落とすぞ。先方の本田隊にすぐにも石ヶ瀬川を渡るよう指示を。はは。さあ皆の者行くぞ。松平元康の号令で本田隊を先方に、続々と石ヶ瀬川の渡河を開始した。およそ半分の隊が渡り終えた頃、異変が起きた。この間弓を引ける。いかけよ。行く。なに、西の森に伏兵か。下がっていてくだされ。ここは平八郎にお任せを。バカ、勝手に動くな。西の森に潜んでいた水野隊の伏兵と松平の先方が交戦となり、石ヶ瀬の戦いは始まった。いかほど城に集まった。700ほど。よかろう、城に100を残し残りは城を打って出る。わしに続け。開戦の知らせを受けた小川城代水野忠興は、城に集まった兵の大半を引き打って出ると北に進軍。一方、伏兵の襲撃を知った松平元康は、
伏兵の数は知れておる。隊列を急ぎ整えるよう伝えよ。はは。殿、まずいです。後方に。後方がいかがした？お、歌の旗差し、数千の織田軍が向かってきておりまする。数千の織田軍だと？複数の石膏が申しております。織田の重臣、佐久間信盛の隊であると。バカな。何故、深夜の行軍が漏れておる。このままでは、川を渡っていない旗本衆のみで、織田隊を迎え撃つことになりまする。すぐに元化した隊を戻すべきかと。なぜだ？殿、急ぎ下地を。引く。撤退のホラガイを鳴らせ。はは。渡った者らの救援を第一とせよ。北からの敵軍に備え、陣形も変えるのだ。で、撤収だと、ようわからんが合図が入った。引け、引くのだ。お前もだ。まだだ、まだ始まったばかりぞ。松平本陣からの撤退の合図に、川を渡っていた隊が引き返し始めた。ち、逃げ足の速い奴らじゃ。おそらく、佐久間隊の動きを知り、兵を下げたのでしょう。良き判断かと。ここは、兵を失う時ではない。追い打ちはせんでよい。はは。忠脇殿はいかがされまする？浜屋桜井の松平衆が海を越えてくる知らせが入ったゆえ、城に戻り、久松殿と対応に当たる。承知いたしました。ここは頼んだぞ。はは。その頃、北より向かっていた織田隊の将、佐久間信盛は、石ヶ瀬川を渡っていた松平隊が戻り出しております。おそらくは、東隊の動きを知り兵を落としているのかと。なぜ、渡った者を戻すのじゃ。なので、東隊に備えての動きか。我らに備えてじゃと、政策魔の怖さを知りたいのじゃな。信長様から威嚇にとどめよと命じられておるのですぞ。おお、そうであった。ならば、松平隊が見える地まで進み布陣としようぞ。織田軍はゆっくり南下し、松平隊が確認できる地で布陣。松平元康はそれをしっかり確認した。織田隊の大将は佐久間信盛で間違いないのだな。間違いなかろうかと。靴掛け城代の織田秀俊も友軍として加わっているとのこと。小川城の水野に動きは？追い打ちもなく、多くは城に引き上げていったと聞きます。おそらくは別動隊の動きを知り戻ったのでしょう。三河へ戻るにも、あの佐久間隊と一戦交えねばならんか。数でも地の利でもこちらが不利にございますれば。も、元康様、水野の家臣が死者として参っております。浅井であったら合わぬ。水野忠重と弱いがさほど変わらぬが、叔父である忠重殿か。会おう、どうせ。はい。チース、そなたの二つ上の叔父、水野忠重にござる。存じておる。どうせ織田に降伏せよと申しに来たのであろう。いかにも、そなたが池に使った境川の橋は当家が押さえており、つまり元康殿はこの地の地で袋のネズミということ。縛り上げよ。おい、何をする気だ。忠次、使者としてすぐにも佐久間信盛の陣に赴き、我が隊は三河に撤退する。されど一戦交える気であるならば応じると伝えてまいれ。もしや忠重殿を交渉の道具に。ああ、暗くなる前には撤退したい。頼んだぞ。はは。こうして松平元康は捕らえた水野忠重を人質として交渉する策を選び動いた。その知らせはすぐにも刈谷城の水野の麓に届けられた。母が今川の教育を受けた者の人は到底思えぬ所業ぞ。されど悪知恵はこの水野の血を引いておるからであろうな。笑い事ではありませんぞ。忠重様のお命が危ないのです。まあ落ち着け、謝めるつもりはなかろう。よし、元康の求めに応じ、橋の封鎖を解き、松平隊を渡らせよ。ではそのように。交渉は成立し、松平隊は橋を渡り、人質を解放すると岡崎へ帰っていった。それを確認した佐久間信盛の隊も北に撤退していった。一方、今回の撤退に納得がいかなかった将がいた。別動隊を指揮していた西尾城代の牧野成貞であった。何へ、河野、あっさり撤退を決められたのじゃ。織田に策が見破られておったのじゃ。不利な戦を回避するため、やむを得ずの決断だったのであろう。水に起きり、船を確保し動いておるのじゃ。全てが無駄ではないか。そんな時もあろう。織田康め、今川一門だからと選ぶりやがって。所詮は戦をろくに知らぬ小僧なのじゃ。大将の器ではない。犠牲なく帰れるのだ。こたびはこれでよしとしようぞ。二度と元康の命は受けぬ。おい。石ヶ瀬の戦いは引き分けの形で終わったが、織田信長は同時進行で別の隊を三河に動かしていた。林秀貞を大将に、丹羽氏清や岡田重義を副将とする織田軍三千が、酒井忠直の家臣榊原長政が守る揖保砦を急襲していたのだ。長政殿、数が多すぎます。この砦はもう持ちませぬぞ。松平元康殿が下に向かった時を狙ってくるとは。上野城のご詰めを待っておられません。砦を捨て落ちましょうぞ。正信の申す通りか。仕方ない、上野城まで落ちるぞ。砦兵は皆いなくなりましたな。ようやった。この勢いのまま梅壺砦も落とすぞ。はは。揖保砦を落とした織田軍は
翌日には三宅正貞をこもる梅壺取りでも攻め落とし、三宅隊は広瀬城まで撤退、再び鴨軍に織田が食い入る形となったのだ。これらの知らせは逐一駿河の今川館に届けられた。こたびは吉良義明様からに、ああどれもこれも織田の三河侵攻をこれ以上加速させぬためにも主力の派兵を求めてきておる。その役目それがしにお任せくだされ。ああ頼みたいところなのだが、それどころではなくなった。それどころとは今にわかる。殿参られましたぞ。ああ通してくれ。はは、ご無沙汰しておりまする。松田殿久しいの。吉本様は誠残念なことに、うむ、父をはじめ多くの重鎮を失い、当家は今急ぎ立て直しに取り組んでおるところぞ。して用向きは何であろう。は、すでにお耳に入っておりましょうが、一部に落ちた関東管で上杉のりまさが一部守護長岡家虎、そして関白までも動かし神津の国に侵攻してきました。誠に動いてきたのか。はい、当家領最北端の沼田城を奪った長尾軍はそのままなんか、それを待っていたかのように白井城や美濃町、総社城が次々に当家を離反し、あっという間に神津家の半分が長尾に侵される事態に。シュート殿はいかに対応すると。大殿は川越城に向かっております。そこで軍議し策を定められるかと。やはり当家の援軍をと。いかにもです。この後の長尾影虎の動き次第でしょうが、武蔵への援軍要請を正式に入れさせていただく時が来るやもしれません。この心づもりをお願いしに参りました。あい、わかった。シュート殿、そして氏政殿によろしゅうお伝えくだされ。はは、では拙者は買いに向かいまするゆえここで。信玄殿にもよろしゅうにと。北条からの援軍要請にございましたか。ああ、瀬名隊は要請が入れば武蔵か相模に向かってもらうことになる。三河には向かわせられぬ。では吉良様や松平殿への返答は。朝比奈に頼み道東海州をいくらか派兵させるでどうだ。それだけでも助かりましょうぞ。うむ、氏純すぐにも掛川城へ伝令を頼む。はは、放送寸三国同盟の一角今川義元の死を待っていたかのように、長尾影虎は山の内上杉領の回復を大義名分に関東へ侵攻してきた。氏真にとって織田への対応も急務であるが、同盟関係維持をおろそかにできない状況となっていったのだ。この翌月、今川氏真の命を受けた吉田城代小原重真が岡崎城に入った。うむ、良きお面持ちぞ。それがしの安を与える。以後は三宅宗右衛門安貞と名乗るがよい。はは、ありがたき幸せ。一つ殿に知らせが。何なりと申せ。は、こちらは広瀬の父から届いた文に、織田方の調略をたびたび受けておるとのこと。よう教えてくれた。は、殿、上野城の栄田長尾殿より伝令が入りました。織田方に抑えられていた梅壺砦を奪還したとのこと。おう、さすが酒井殿だ。それが、こたびの指揮は本田正信と申す将が取っていたと。本田正信か、すぐにも感情をしたためようぞ。は、殿、小原様、湯殿様がお着きです。うむ、広間に通しておいてくれ。はい。元安殿、ご無沙汰じゃ。ご足労にございました。吉田からじゃでそう遠くはない。それよりもっと長旅をしてきたお方を連れしたぞ。さあ入られよ。あなた様。おう、瀬名、そして亀も道中大変であったろう。いいえ、鍛えておりますれば。それより竹千代を連れてこられず申し訳ございません。武家の習いだ、仕方あるまい。そなたを迎えるにあたり築山の地に屋敷をこしらえる予定じゃ。少し先になろうが楽しみに待っておれ。はい。鳥居元忠や平岩親吉も会いたがっておった。顔を見せてくるがよい。ではそういたします。小原殿、妻子を無事届けていただき感謝申し上げまする。瀬名浜が今川ご一家の姫務めが果たせ安堵しておりますぞ。して、殿は援軍についてなんと。それが、殿は東東二州を派兵させるよう命じたのじゃが、二股の松井殿や引間の伊能殿、飯野屋の飯殿らが三河に兵を出すのを渋っておる。氏真様の命であろう。どの家も桶狭間の地で主を失ったばかり。たとえ殿の命とはいえど、家臣らを説得するのに難儀しておるのであろう。ならば東三河衆を動員し三河一丸となり。それが東三河も一枚岩ではないのじゃ。町ヶ谷城や五本松城の西郷衆や北良軍を支配する菅沼衆がこのところ吉田城での軍議に参加せぬようになった。もしや織田の調略を。織田屋も知れぬ品川屋も知れぬ。何にせよ東三河にいつ困難が生じてもおかしくない状況。それゆえ西三河に動員できる数は限られる。どの程度に。どの程度じゃ長照殿。出急に振らないでくだされ。どの程度と申されても多くて500といったと。500ですか、話になりません。織田と戦いを避けたい者ばかりなのじゃ。
氏真様が仇討ちを掲げ、三河に入ってもらわぬ限り数は集まらぬ。すでに壁海軍や糠田軍の我が領土は織田や水野と交戦中なのです。それを助けるだけでも挙兵の大義となりましょうぞ。故に五百出すと申しておろうに、お原殿は領民を多く抱えておるゆえ戦は出せるであろう。まさかまさか、三百が精一杯に。三百、お二方は大願の火事と思っておるのでしょうが、今すぐにも織田信長に一矢報いねば、あっという間に三河が織田に飲み込まれてしまうのです。気持ちはようわかった。今一度東三河の国衆らと話し合っておこう。頼みまする。と、殿、まずい。深間に水野の兵が攻め込んできたとのこと。くそ、すぐ御詰めに向かう。兵を集めよ。はは。水野や織田と接する松原元康の領土では各地で頻繁に衝突が起きていた。元康はそれに対応するのは精一杯の状況であり、それを打破するためにも水野の妹を決戦で打ち負かし、形勢を有利に持っていきたいと考えていた。しかし肝心の兵の数、そして士気の低さが元康の悩みの種であった。その頃、蟹江領の奪還を終えた織田信長は愛知軍の統治を確認するべく靴掛け城に向かっていた。秀俊殿、梅壺砦を奪われたと聞いたが。敵の計略にはまり、門を破壊されたため、砦兵が混乱を起こしたことが原因であると。小賢しい真似を。上野城の酒井忠直を従わせることはできぬのか。松平元康の岡崎入りが大きいようです。こちらが従属を蹴ってきた酒井の門所に。ちっ、竹千代か。殿、水野信元殿が到着されました。うむ、すぐに向かう。信元殿、松平元康は未だ抵抗しておるそうではないか。はい、幾度と同行を呼びかけておるのですが。手ぬるい。今川方の士気が低下しておる時に畳みかけねばならん。ごもっともに。先日西尾城代の牧野成貞が松平元康のことをよく思っておらぬとの噂を耳にしました。ほう、それで武漢の兵を用いるのはいかがでしょう。平義康を使うか。さすがは信長様、その通りにございます。元康と義康殿は幼少期共に駿河で過ごした間柄、そこを使えばたやすくことが運びましょうぞ。よし、信元殿は吉良の方を頼む。わしは自ら指揮を取り元康を脅してやろうぞ。はは、ではすぐにも動きまする。永禄3年1560年12月、ついに信長自らが兵を引き三河領へ侵攻してきた。には宇治紀王戦法に林秀貞、柴田勝家、織田秀俊らを主力とした総勢6000の織田軍はあっという間に梅壺砦前に現れ布陣した。あれは信長の馬印、自ら来ておるとは。砦を捨てるぞ。捨てるですと、信長が目の前におるのです。夜襲で撃ってしまえば。こちらは300そこら、それに夜を待つ前にこの砦は灰となっておる。そんなことはない。すぐにも広瀬城の三宅殿、上野城の酒井様に援軍を要請し、織田方より矢踏みが入り、半時の後砦攻めを開始すると。なあ、言った通りであろう。回収を終えておらぬこの砦では戦いようがない。上野城まで撤退するぞ。せっかく奪った砦なのに。敵は砦を捨てるようですな。36兵逃げるにしかず、賢き判断であろう。では次はいよいよ上野城ですな。いや、広瀬城を次の狙いとする。庭隊、秀俊隊を砦に残し、残りは広瀬城へ向かうぞ。梅壺砦を制圧した信長は柳川沿いを北に進み、広瀬城を目指した。その頃、西尾城代牧野成貞のもとにとんでもない書状が届けられた。成貞様、怪しき者を捕らえましたところ、とんでもない書状を持っておりました。いせよ。松平元康殿、雄を吉良の主にとの剣内々に動いておると聞き暗部しておるぞ。西十条を勝手に西尾城に改めた不届き者は必ず処分せねばならん。元康殿、よろしゅう頼みますぞ。この書状を読む頃には水野の隊と共に大浜に入った頃であろう。牧野成貞が大浜に出兵した時こそ後期挟み撃ちにし西尾城を奪ってしまうのです。元康のやつ、吉良義康や水野と通じておったのか。吉本様が桶狭間で撃たれた日に松平隊はなぜか無傷で大高城から撤退できたと聞きます。元康殿の叔父は水野信元、すでに水野に通じていたと考えることも。そうに違いない。急ぎ、大浜館の長田重元様より伝令、500艘もの水野の船が海を渡り数へ上陸しておりますゆえ援軍をと。足を殺めるための罠じゃ。動かぬ、絶対に動かぬぞ。よろしいので。ああ、そう返答せよ。ははは。水野の妹の計りごとにはまり、牧野成貞は城を出ない選択をした。一方、岡崎城の松原元康に北と南から伝令が届けられた。鴨軍には織田信長自らが侵攻、羽津軍には吉良義康を擁する水野隊が上陸。いよいよ本気で動いてきましたな。ああ、すぐにも御詰めを派遣する。
忠次は桜井松平、藤井松平の隊とともに大浜館の救援に向かってもらいたい。はは。向かう前に西尾城の牧野殿に先に大浜に入ってもらうように早馬を。牧野隊が入れば館が早々に落ちることはない。すぐにも。大久保衆、本田衆はわしとともに上野城に向かうぞ。松平元康は動かせる兵を大きく二手に分け、その日のうちに援軍へと動いた。しかし元康率いる隊が上野城に入った頃には、三宅正真のこもる広瀬城に織田軍が総攻めを仕掛け落城となった。一方大浜館では西尾城の牧野隊がご詰めに入らなかったため、酒井忠次率いる援軍が油ヶ淵まで進軍した頃には落城となり、救援は失敗に終わった。何故だ、何故牧野殿は援軍に向かわぬ。殿、よからぬ噂を耳にしました。どんな噂だ。殿が水野唱え通し、平吉康様を平の主にさせるつもりであると。叔父の計り事か。おそらくそうであろうかと。それを信じた牧野殿は城を出ることをしなかった。そう捉えれば我が天がいきまする。こうなれば織田信長を三河の地で撃つより他あるまい。信長はこの広瀬城、我らが梅壺砦を奪還できれば尾張への帰路を塞ぐこともできる。松平の主力を二手に分けておるです。上昇の織田主力五千と戦うには分が悪うございますぞ。忠直様、三宅正忠殿が広瀬城を脱出していたとの知らせが入りました。おお、落ち延びたか。そうじゃ、殿、この者が本田正信にございます。勘定、ありがたく頂戴いたしました。うむ、砦攻め、見事であった。そして、その砦をあっさり捨てる手腕も、兵法を知らぬ者では選ばぬことぞ。そんな正信殿に尋ねたい。この先、当家はどうするべきだと思う。遠慮なく存念を申してみよ。では遠慮なく申し上げます。織田とは僕することです。言って良いこととは悪いことがあるぞ。良い良い。織田殿は僕に、氏真様が首を縦に振るわけがなかろう。織田と今川のは僕にあらず、織田と松平のは僕にございます。今川から独立しろと申すか。いかにも。ははは、織田や水野以上に敵が増えるだけではないか。そうでしょうや。この稲城には同族本田忠利が入っておるのですが、その者の知らせによると、すでに奥三河の菅沼一族は今川と距離を取っております。また柳軍を支配する西郷親子も仇討ちに動かない氏真様を悪く言っていると。ここらを味方にできれば三河制圧の夢ではありません。なるほど、士気の高い織田を敵にするよりもよほど戦は楽であろう。されどそれがしは今川義元様から受けた多大な恩がある。今川を見限ることはできぬ。亡き義元様の恩はよくわかります。されど今川の主は氏真様、拙者には氏真様が三河の地をすでに見限っているとしか思えません。考えたくないことをずけずけと。も、申し訳ござらん。きつく叱っておきますゆえ。いや、気に入った。え、忠直殿、本田正信殿を我が直臣に迎えたい。よろしいか。偏屈者ですがよろしいので。偏屈者だから欲しいのだ。は、はあ。正信、何か策があるのであろう。聞かせてくれ。では僭越ながら、まず水野か織田から再び降伏か和議の申し入れがありましょう。即座に断ってはなりません。あえて時をかけ、その間に駿府に援軍の要請を強めに出し、本田正信の策を聞き入れた松平元康は、この先も今川家に従属するべきか、それとも独立を図るべきかの決断をするため使者を駿河に派遣した。な、なに、野田城の菅沼貞光が織田に寝返っただと。まだ寝返ったと決まったわけではありませんが、小原殿の文では軍議に顔も出さず勝手な振る舞いを続けていると。今しめねばなるまい。吉田城による菅沼の人質を貼り付けにせよ。は、貼り付けにしては三河の国周囲の心が離れてしまいます。何事も先に手を打たねばならんのだ。貼り付けと言ったら貼り付けぞ。殿、松平元康様の家臣石川数正殿が参られております。数正か、要件は見えておるが、会うとするか。大広間へ通しておけ。はは。待たせたな。氏真様、たびたび送っておりました援軍要請の文書は読まれておりましたでしょうや。無論読んでおる、読んでおるが、関東への派兵もあり三河へ送れぬ状況なのだ。数は多くなくてもよいのです。氏真様自らが一度三河に入られて城主らを鼓舞いただくだけでも三河の者らの力となりましょう。三河にの織田は賀茂分へ、水野も吉良領をお貸しに動いてきているのです。一時の猶予もございません。知っておろうが、ことのほか北条が劣勢なのだ。このままでは小田原城が長尾影虎に落とされかねん。三河へは行くにも越後軍を撤退させてからの判断ぞ。それでは遅いのです。すごい、三河も大事だが、それ以上に北条との同盟は重要なのだ。この話はここまでぞ。氏真様。今川氏真自らの三河入りを要望した松原元康であったが、またも受け入れられなかった。その結果を複雑な思いで受け止めた松原元康に追い打ちをかけるように人質処刑の知らせが入ってきた。それに抗議するべく、松平元康、上野郷城の宇土の長照、牛久保城代稲垣長重、
宇津山城の朝比奈康長が吉田城に集まった。なぜ疑いの段階で菅沼殿の承認を殺めたのです。わしじゃない。指示したはお原殿ぞ。殿の命ゆえ仕方なくじゃな。そのように仕向けたのではありませんか。何を根拠に。一向に吉田城への出資を拒み続ける菅沼殿が憎かったのでは。そう、そんなことはない。ならば貼り付けにさせられたわけを教えてくだされ。まあ松平殿、起きてしまったことをとやかく。おう、牧野成貞殿の重臣稲垣長重殿ですな。昨年末水野に攻められた際、牧野殿が大浜館にご詰めを送っていただけなくて難儀しました。それは松平殿が水野と通じておるとの噂を信じてしまったがゆえ。なればその疑念は晴れたということでよいですな。それがしにはそこまでわかりかねます。もしや牧野成貞殿こそ水野と通じておるのでは。何を申すか。ならばその証に大浜館奪還の先方牧野成貞殿に頼もう。水野と通じておらぬのであれば受けていただけようぞ。それがしの一存では。小原殿、駿河や遠江からの援軍が見込めぬ今、我ら三河衆だけで水野や織田の侵攻を防がねばならぬのです。大浜攻めの先方を西尾城の牧野殿に頼む件、了承いただけますな。それでよかろう。決まりですな。では戦支度に入りますゆえ拙者はここで。松平殿。軍議にて水野に奪われた大浜館の奪還に動くことが決まると、松平元康は同族や各地の国衆に陣触れを飛ばした。それと同時に酒井忠次を元康の名代として水野信元の刈谷城へ派遣すると、信元と共に織田信長の待つ清須城へ入った。松平元康の名代酒井忠次にございます。俺が信長だ。やっと当家に従うことを決めたのだな。いえ、主元康は織田家並びに水野家と和睦したいと考えておりまする。和睦だと。はい、表ダックの同盟は今少しお待ちいただきたいと。ほう、いつまで待てと。西三河が盤石となりましたなら。キラだな。いかにもです。今川氏真様に離反を悟られる前にキラ義明様を失脚させ、キラ家の主に義康様がお付きになられる。考えたな。それでよかろう。そうだ、忠次殿、清須の土産に良いことを教えてやろう。将軍足利義輝様は龍馬を求めておられる。龍馬とはいかなる馬に。さあな、尾張には犬か猿しかおらぬが、三河なら探せば見つかろう。すぐにも探してみまする。うむ、俺の目に狂いがないことを証明してみせよと元康に伝えるのだ。はは。よし、犬、猿、美濃偵察に向かうぞ。はは。おいっ子元康は今もまだわしのことを憎んでおろう。ええ、くれぐれも死角にはお気をつけくださいませ。おい、味方となったのじゃぞ。令64年1561年4月頭、内々に織田、水野と和議を結んだ松平元康は今川を敵にしての生き残りにかけ動き出した。こたびも西尾城の牧野成貞は堅くなに先行を拒否されました。うむ、それでよい。はっ。ただよ、そなたは忠次率いる別動隊に加わり街道の制圧を頼む。心得た。殿、今日より将軍のご内書が届きました。それを待っておった。松平元康殿、も小谷は誠見事な春寝を下された。嵐金と呼ぶ僧侶の世の相場とさせていただくぞ。褒美としてそなたが名乗っておるクランドモスケの関東名を世が認めて神税を、三河西部を治める領主としてこれからも将軍家のために頼むぞ。これで正式に独立国衆松平家としてお上に認めてもらえましたな。ああ、もう後には引けぬぞ。覚悟しておりまする。うむ、これより策を実行に移す。忠次は別動隊の大将として東の牧野領を頼むぞ。調べてまいりました。何やつ。忠次、くせ者ではない。服部半蔵正成、祖父の頃より影の者として仕えていた服部安長のせがれだ。大樹寺の和尚に役に立つものぞと託され、試しに関東を探らせておったのだ。さようでしたか。で、どうであった。はっ。長尾軍は武蔵や上総などの国衆を次々に従わせ、相模小田原城を数万の軍勢で包囲、北条の要請に応え、武田や今川も援軍を向かわせており、いかなる結果になるか読めぬ状況。小宇家から相模とは北条領を縦断したことになるではないか。北条方は主要な城にこもり籠城を貫く策かと。相分かった。引き続き相模や駿河の様子を調べておいてくれ。はは。消えたのか。先祖は伊賀の忍びであったそうな。忍びの者、略して忍者。はは。は、そう呼ぶ者もおるであろう。半蔵の調べで駿河の氏真は無二無三に小田原の情勢を睨んでおろう。当家はこれより策を実行に移す。忠次は別動隊の大将として東の牧野領を頼むぞ。はは、お任せくだされ。よし、我ら本隊は藤井城に向かう。皆の者出陣だ。水野の妹の弟
忠茂、水野一門、久松長入らが詰める大浜館を攻めるという口実で、松平元康は岡崎城から藤井城に入った。元康は一族の桜井松平隊、深間松平隊や土井の本田博隆隊、上和田の大久保隊、東からは福津松平隊が合流し、およそ6000ほどに膨らんでいた。続々と初軍に参集する松平隊の情報は西尾城の牧野成貞にも届いていた。松平元康殿が藤井城に入られたとのこと。先方として大浜攻めに動けとの無言の圧力にございますぞ。中華、ほかっておけ。成貞様、吉良義明様の家臣、富永忠元様がお越しです。富永殿なら会わねばならんな。すぐぬか。はっ。牧野殿、何故先方を務めぬ。わしは松平元康が信じれぬ。あやつが総大将である限り、指示は一切受けぬと決めておる。これは今川家としての戦なのですぞ。好き嫌いを口にしている時ではない。ならば吉良義明様が総大将となってくだされ。それならば喜んで先方を務めましょう。足利御一家衆であられる吉良義明様に総大将をお茶と、今川従属領主の分際で偉そうなことを。条件は伝えた。義明様によろしくお伝えくだされ。知らんぞ。牧野成貞は吉良の重臣富永殿の要請にも応じない様子。そうであろう。そうでなくては困るでな。正家は東条城に戻り、吉良義明様にこう伝えてほしい。今川一門衆であり総大将の松平元康が再三先方を命じたが従わなかった。これは金目録に反する悪行に他ならぬ。よって牧野家を敵対国衆とみなし成敗させていただくとな。やはり西尾城を攻めるのですな。ああ、正家は義明様に伝えしのちは適当な理由をつけしばらく東条城から離れておくのだ。東条城を攻めるので。そうならぬことを祈りたいが万が一のためぞ。はは、ではそのように。正信、ここまでは筋書き通りに運びましたな。そなたの筋書きであるがな。さて西尾城をいかに攻める。城攻めを始めるまでは西尾の兵は皆仲間だと思っております。たやすく城は落ちましょう。なるほどな。問題は牛久保城の方か。はい。酒井忠次殿からの知らせでは、東海道沿いの山中城、岩略寺城を制圧し、その先の音羽村周辺で待機していると。今宵のうちに酒井隊、そして稲城の本田隊、牛久保城攻めを指示し一気に攻め落とす。忠次の采配にかかっておるわけか。そうなりますな。今川離反が伝わるのにそう時はかからぬでしょう。周辺の城から援軍が入り始めたら早めに引き上げるが肝要かと。うむ、そのように忠次に伝えておこうぞ。はっ。よし、皆の者、明日早朝より西尾城に向け陣を進める。今宵はしっかり休むのだぞ。はっ。日が明けた早朝、藤井城を立った松平本隊はゆっくり西尾城に向かった。その西尾城では城兵が慌ただしく戦支度を始めていた。朝から騒がしいぞ。成貞様、松平元康殿がこの城を攻めるとの噂が広まり、皆道場の支度に入っております。元康がこの城を攻める。あの若造にそんな度胸などあるまい。城の四方が囲まれてしまいました。そしてこの矢組が。何、見せよ。バカな、金目録に乗っ取り約束巻きの毛を討伐するじゃと。すぐにも吉良様に伝えねば。あの元康のことだ、すでに手を打っておろう。いかに戦いまする。無駄死にはせぬ。すぐにも本領東三河に落ち、吉田城の小原重曽根殿に申し開きいたす。死にたくない者はわしについてまいれ。ははは。さあこの間先陣から順に城に向け。殿、すべての飲んだ開き城兵が逃げ出しております。おそらく城主牧野成貞はすでに本領へ逃げてしまっているか。そうか、よし、城を抑えに向かう。逃げる者も切ってはならぬぞ。こうして松平元康は無傷で西尾城を奪うと、あらかじめ大浜館に入っていた吉良義康を西尾城に呼び寄せた。義康殿、いや吉良義康様、大変遅くなりました。名が変わってしまいましたが、以後この西尾城を拠点としてくださいませ。元康殿、わしはまだそなたを信じることはできぬ。信頼を取り戻すのに時がかかることは承知しております。されどこの城にて待っていてくだされ。必ずや嫡流である義康様を吉良家の当主にさせますゆえ。あ、待つのは慣れたゆえぼちぼちでよいぞ。はは。その頃、東三河へ進軍する松平別動隊は牛久保城攻めに向かっていた。忠次様、城代稲垣中重は二連議場に入っているので、城は三脈ほどの紙幣だけにございます。うぬ、よう調べてくれた。これは楽勝だな。だと良いがな。今も本田忠俊隊もいつでも動けるとのこと。使者を使わし会場せぬ時は総攻めとする。よし、全軍牛久保城に向かい進め。別動隊も牧野家の牛久保城攻めに動いた。それを察知した牛久保城では、
牧様、大久保忠世と申す松平家臣が使者としてお越しです。松平の家臣じゃと稲垣殿は何も申しておらなんだが、ひとまず会おう。は、松平元康が家臣大久保忠世と申す。わしはこの城の留守居牧貞康と申す。岡崎の松平殿が何用であろう。そなたの主牧野成沙殿が出兵の命に背いたため、逆賊とみなし牧野領を召し上げに参った。おとなしく会場すれば命は取らぬ。殿が命に背いたなど何かの間違いであろう。こちらはそれを示す吉良義明様の文書に。わしは留守居へ何も聞かされておらぬ。城代の稲垣殿が戻られるまで待っていただきたい。なるほど、時間稼ぎをされるおつもりですな。違う、わしでは判断できぬゆえ待ってくれと。では次は戦場で。おい待つのじゃ。誰ぞ。ここに。すぐに二連騎城に走り、稲垣殿に援軍を要請してくれ。かしこまった。さあ行くぜ。先方、本田作左衛門の功者、とくと味わうがよい。我に続け。牛久城の戦いが始まった。2000ほどの松平別動隊が300ほどで守る城に勢いよく攻め込んだ。急げ、急ぎを沸かせ、矢は絶やさず追いかけるのじゃ。合戦が始まって間もなく、牛久保城異変の知らせが二連騎城の稲垣長重に届けられた。松平が牛久保城に攻め込んできたじゃと。はい、稲城の本田隊も加わっており、その数2000は超えておりまする。急ぎ援軍を向かわせてくだされ。承知した。おい、何故味方の松平隊が牛久保に攻めてくるのじゃ。おそらく松平信康殿は織田方に寝返ったのだと。バカな。元康殿は幾度と水野に奪われたはずの領土を急ぎ奪還すべきと訴えていたが、元康殿を毛嫌う殿は動かれなかった。冒頭に安駿河からの援軍も期待できぬ中、織田や水野と領土を接する元康殿はお家を守るため今川離反を決めたのであろう。それが誠であれば、西尾に入っておる殿は元康殿のことです。おそらく西尾城にも攻めておりましょう。ただただ無事を祈るほかありません。そうだな。我らは牛久保城の救援だな。すぐにも出陣を。この城も狙われる恐れはあります。安重殿はここに残り、吉田城の大原殿にことを知らせてくだされ。わかった。そなたは当家の宿老、死に急ぐでないぞ。はは。牛久保城襲撃を知った牧野家宿老稲垣長重は手勢300を引き二連騎城を立つと、急ぎ牛久保城へ向かった。その牛久保城では上将牧貞康の指揮のもと、松原軍の猛攻を必死に防衛していた。見えたぞ、あれは稲の本田忠としたいた。王方より突撃し敵陣を混乱させるぞ。かかれ。稲垣長重の奇襲は成功し、本田隊は混乱に陥った。それを見逃さなかったのが上将牧貞康であった。大御代、稲垣様が援軍に駆けつけていただけたぞ。よし、南の本田隊が崩れた今が好機。南門より打って出る。動ける者はわしについてこい。牧率いる50ほどの騎馬隊が南門から打って出ると、混乱する本田隊に突撃した。忠次殿、敵の新手が現れ、南門を攻める本田忠次隊が混乱しておる。こうも早くに援軍をと。この先も続々と敵の御姫が向かってくる恐れがある。本田隊が崩れる前に一旦引き陣を整えるべきぞ。確かに吉田城の主力に動かれては勝ち目はない。よし、こたびの城攻めは一旦やめる。稲城まで引き上げよう。この先5年も続くことになる牛久保城攻めの初戦は、牧野側に軍配が上がった。この一連の松原軍の動きが三河中に轟く頃、松原元康は東条城の吉良義明を訪ねていた。元康殿、どういうことじゃ。牛久保城にまで攻め込んだと聞いたぞ。いかにも牧野家を潰さねばなりませぬゆえ。西尾城だけで十分であろうに。いいえ、三河で当家に敵対する者は皆討伐いたしまする。氏真殿からそんな話は聞いておらぬ。ええ、それがしが決めたことにございますれば。何を申す。そなたは今当家に敵対する者と申したであろう。はい、当家とは松平家のことにございますからな。もちや、そなた。お察しの通りに。殿、危険です。お下がりください。元康殿を確認する。今川一門衆であるにもかかわらず、今川家に弓引く道を選ばれたか。そうなりまするな。であれば吉良家に弓引くことにもなるのですぞ。吉良家の主は西尾城に入られた吉良義康様でございますれば。義康様が西尾城に入ったじゃと。そこまで根回ししておったのか。義康様こそが吉良を継ぐべきお方。そのことは吉良家筆頭家老である富永殿が誰よりもご存知のはず。そんな勝手な振る舞いは断じて許されんぞ。こちらは将軍義輝様よりいただいた義康様を吉良家当主に認めると記されたご内書に。ご内書じゃと。ここまで手を回しておるとは。3日の猶予を与えます。選択肢は2つ。西尾城の吉良義康様に服従する旨の起請文を将軍様に提出、または当家並びに織田水野連合軍と一戦交える。
じっくり考えてくだされ。ま、待て。それ以上よれば一刀にてその身は真っ二つとなろう。くっ、今さら兄に従うことなどできず。分かっておりまする。されど今川殿はこちらに援軍を出す余裕もなかろう。織田信長と戦って勝てるとは思えぬぞ。ええ、ここは駿河まで落ちるほかありません。懇意にしております鵜殿長照殿を頼り船で吉田城へ。お原殿なら駿河へ無事届けてくれましょう。されど松平に囲みを突破できるのか。平野が続く海手道は敵の陣も多く見つかりやすいです。この善妙の包みから東に向かい、峠を越え、ポイの街道から上の郷城。これなら不幸図の松平吉掛隊だけの突破で叶いましょう。不幸図州だけでも千はおろうに。それがしの隊がおとりになります。吉掛隊を引きつけますゆえ、その間に上の郷城へ走ってくださいませ。わかった。ただもと死ぬでないぞ。はは、敵に悟られる前に動きましょう。明朝にも。明朝か、すぐだな。富永の勧めに応じ、翌日早朝、吉良義明のハズ軍脱出策が動き出した。300ほどの富永隊は元康の本陣藤井城を目指し城を打って出た。東条城から打って出てこちらに向かっておりまする。打って出てきたじゃと。数は数百はおろうかと。義明様がおるやもしれぬ。誤って打ってでもしたらまずい。されど今は敵将ですぞ。敵将であれ、吉良様を打ってはこの三河で生きてはいけぬ。我が隊はこの城にこもり様子を見定める。そなたはすぐに藤井城の殿のもとに走り、下地を仰いで参れ。かしこまりました。室城の首相松井忠次は城を固める策を選んだ。しかし粕塚の地に布陣していた不幸図城主松平義景は。何、武装した数百もの兵が城を出て北に進軍しているじゃと。吉良殿もおられるのか。そこまではわかりません。元康殿と差し違えるつもりか。これただ、そなたはすぐにも中島城に戻り、主兵らにいつでも出陣できる様式を。は、父上は。敵を後方から追う。場合によっては白兵戦ともなろう。それでは父上の身が危のうございます。案ずるな、数はこちらが上。それに後方から攻めかかるゆえ、あっという間に壊滅させられようと。そなたの城を出て援軍をよこすのじゃ。わかりました。松平義掛隊は富永忠元率いる東条兵を追うように西に向かった。それを聞いた東条城の吉良義明は100ほどの共回りとともに城を抜け北東に向かった。よし、見えたぞ。あれが城を出た階だな。よ、義掛様、後方です。東条城から吉良様と思われし腰の一行を発見。先を行く隊はおとりということか。おそらくは前尿から東に抜け本位軍に落ちるつもりかと。我が不幸図の領内を悠々と通すわけにはまいらん。そなたは不幸図城に向かい、回廊を固めるよう留守らに伝えよ。はは、皆聞け。我が隊はこれより前尿に向かい、敵将吉良義明を捕らえる。腰には手をつけてはならぬぞ。よし、南に隊列を変えるのじゃ。吉良義明の動きをつかんだ松平義景は進路を南に変え、前尿に向かった。その動きが間もなくして富永忠元に伝わった。義景の隊が進路を南に変えたじゃと。あ、前尿方面に向かっております。もう見つかってしまったか。なればおとり役はしまいぞ。これよりは義明様を助けに向かう。前尿に向け進め。策の失敗を知った富永忠元は急ぎ隊を反転させ進軍。一方、松平義掛隊は東に向かう吉良義明の一行を発見した。見つけたぞ。あれはまさしく吉良義明の隊じゃ。全軍進め。義明様、敵が向かってきております。なんじゃと。まだ全名を超えてもおらぬではないか。一旦城に戻りましょう。そうじゃな、来た道を戻るの。逃げ切れないと判断した吉良義明は東条城へ引き返すことにした。松原義景隊が逃げる吉良隊を猛追するも、それ以上の速度で追う富永隊が義景隊を捕らえた。見えたぞ。あれは不幸図の旗差し松平義景の隊じゃ。まだこちらに気づいておらぬであろう。数の差におじけづいてはならん。撹乱させてしまえばこっちのものだ。義明様を救うのだ。いざ進め。富永隊の後方奇襲により全妙奇襲の戦いは始まった。あはは、腰で動いていては逃げ切れぬぞ。殿、後方です。後方より富永の隊が右。もう来たというのか。後方の二打隊が襲われ混乱しております。急ぎ布陣を変え。まずい、後方の敵に当たる。急ぎ隊列を。松平義景殿ですが、お覚悟。ようやったぞ。聞け、不幸図城主松平義景はこの地で散った。泣き殻を持ってとっとと不幸図に戻るがいい。主、松原義景を失った不幸図松原衆は雲の子を散らすように戦場から散っていき、富永忠元は吉良義明を庇護すると東条城へ戻っていった。
この結果は室城の松井忠次より松平元康へ知らされた。松平義景殿をはじめ討たれた不幸図の将は100を超えておりまする。そうか平野家老富永忠元を侮ってはならぬか。元康殿、父の敵を討ち取るございます。何とぞ東朝攻めの先鋒をお命じくだされ。そなたは不幸図松平家を継ぐ者ぞ。こたびの合戦で多くの重臣が散ったのだ。そなたは中島城から不幸図城に移り、まずは相続を済ませ家臣らの動揺を抑えるのだ。東三河の牛久保城攻めも不守備に終わっており、吉良家の統合にも暗雲が垂れ込め始めております。せいてはならぬと申したいのだな。はい、ただでさえ吉良家に攻め入ることに消極的な諸将が多い中、松平義景殿の死で士気は大きく下がっております。されど駿河の氏真の耳にも入る頃であろう。ええ、一月もすれば今川方の出方も見えてきましょう。そうなればおのずと三河の国衆らの考え方も見えてくる。もしや西三河ではなく三河全域を視野にと。いたにもです。吉良併合が頓挫したため、次に考えるべきは三河国内の国衆をどれだけ味方にできるかでしょう。南は上の郷の鵜殿氏や大塚の優し、北は鴨軍の鈴木氏、設楽軍の奥平氏にすがめまし、ここらをいかに服従させるか。服従だと、さすがに当家に従う選択はせぬであろう。対等な同盟が精一杯ぞ。ここは強気でいかねばなりませんね。元康様の祖父清康公は三河全域を支配されたのです。元康様にも必ずなせましょうぞ。確かに菅沼はすでに今川から距離を置いておる。口説けるやもしれぬか。東三河の調略は稲城に詰める酒井殿に任せるがよろしいかと。そうだな。西三河の国衆へは吉良義康様より一筆いただき、それがしが動くとしましょう。うむ、頼んだ。元康様はすぐにも京に使者を派遣くださいませ。京だと二条の御所へか。はい、三河の紛争を鎮める役を松平家が担うべしと将軍に一筆いただくのです。なるほどな。しかしまた銭が飛んでいくの。これも先行投資にございますれば、日に千金を費やしてしかるのちに10万の仕上がる。ははは、孫子のおっしゃる通りか。正信、これからも進言忠告還元何でも遠慮なく申せよ。はは。最初は松平家と牧野家のいさかいだと捉えていた地侍らが大半であったが、時が経つにつれ松平元康が今川を裏切り織田と結んだという事実を三河中が知ることになる。それは松平方の調略により、ダミネ城や野田城一帯を支配する菅沼氏や五本松城、町ヶ谷城一帯を支配する西郷氏が松平に従うことを表明したからだ。これにより三河の国は織田家を後ろ盾とする松平派と今川派に二分する構図となり、いつ大きな合戦に発展してもおかしくない状況となった。この動きは日々駿河の今川館に届けられていたが、今川の同盟先北条家の居城小田原城が長尾景虎に従う関東諸将の兵に取り囲まれていたため、今川氏真にとって松平元康の反旗よりも小田原城が落城し北条が滅んでしまうことを恐れていた。落ち着きなさり。もう3日も相模に送った援軍から頼りがないのです。もしやすでに小田原城は火の海に。あの若でかい城に中兵は2万、早々に落ちることはない。されど敵は10万とも。おひれがついただけ。そんな数が短期で集まるはずもない。今のうちに長尾景虎とつながっておくのは。それでも武士ですか。ちょっと言ってみただけにございます。と、殿、まこと三河のことは寝耳に水でして。三河？ああ、元康の裏切りか。あーだのこうだの偉そうに軍略を語っておったが、ちょっと織田に領土を奪われただけでビビって手のひらを返すやつだ。昔からあの者が嫌いであったゆえせいせいしておる。放置なされると。放置はせぬ。まずはそなたの娘瀬名姫と元康を離縁させ、瀬名を駿府へ戻すよう使者を送るのだ。王子のようなら捕らえておる竹千代を貼り付けにするとな。かしこまりました。年内に片付かぬ時は氏純そなたも同罪とみなすでな。ははは。関東の緊迫した情勢により氏真がすぐにも三河に主力を送ることができないと踏んでいた松平元康であったが、急ぎ兵を動かすことはしなかった。東三河攻めを託された松平不代の重臣酒井忠次の入る稲城には元康の使者が頻繁に指示を届けていた。殿はなんと。恋軍の調略が終わるまでは動くなとのこと。さっさと牛久保城を落としてしまえばよかろうに。我らが西から菅沼隊が北から西郷隊が東から攻めれば時を要せず落とせようぞ。城を出ればその城は手薄となる。それを待っておるのよ。殿はまず大塚城の岩瀬氏俊、そして上野郷城の宇戸の長照、
この豪族を従わせるまでは牛久保攻めはできぬと。ならばまず武方の松平衆が上野郷城を攻めてしまえば、その松平一族も皆が皆殿の考えに従っておるわけではない。この大草館の松平正久殿や松平郷を支配する御牛城の松平親則殿は殿の命には応じないと返答してきておるのじゃ。それが要因で滝脇松平と荻生松平が衝突しているとも聞く。滝脇と荻生はやはり仲が悪いですが、我らではどうすることもできぬ。暇だな。地月具のいる岩略寺城にでも行ってくるかな。はあ。その頃松原元康は西尾城の吉良義康をはじめ主なった将を岡崎城に集め軍議を開いた。西尾を出ますと米津、桜井、安塩の順に止まります。岡崎、山中方面へお向かいの方は暗礁にてお乗り換えくださいませ。終わりましたかな。ああ、それよりキラの主をわざわざ岡崎に呼びつけるとは何事ぞ。吉安様の身に何かあってはならぬと思い、この岡崎城にてしばらくかくまわせていただきたいと思います。ではいよいよ登場状。平人を交えるようなことにならぬよう努めまするが、場合によっては力攻めもあろうかと。あれでも血を分けた弟なのじゃ、くれぐれも頼むぞ。心得ておりまする。殿、将軍からのご内証をお持ちしました。うむ、皆の者見よ、吉良家の主は吉安様であると将軍がお認めになられた。これを大義名分に東条城の吉良義明殿に降伏を訴える。これを待っておられたのですな。いかにも降伏を拒み城を出ぬ時は総攻めも辞さぬ覚悟ぞ。ただ直殿の隊は吉安様の留守居として西尾城に詰めていただきたい。承知した。他の将はこれまでと変わらぬ配置とする。されど大草館や上野郷城は敵対する城ゆえ、福井城の松平これただは城で待機、それがし率いる本隊はこの室城に本陣を置く。大久保忠利率いる先陣隊は全領北に布陣、深間松平、桜井松平、藤井松平の各隊は矢作川の西に陣を構えよ。五詰県岡崎の留守居は石川一政だ。水野家から下松隊が援軍に入る手はずともなっておる。合流次第降伏交渉へと進むぞ。今より5日以内に持ち場に着くのだ。遅れた者は不代であろうと厳重に処罰するゆえ試算するでないぞ。こうして藤波縄手の戦いと呼ばれることになる松原元康と吉良義明の因縁の戦いが始まった。織田や水野への抑えが不要となったことで敵海軍や鴨軍からも多くの兵が集まり、水野家臣久松隊も加え総勢8000の兵が東条城を包囲した。ついに元康は世の命を狙いに。吉明様のお命を狙うまでは考えておらぬでしょう。元康はそうでも後ろには無慈悲な信長がおるのだ。吉明様がうろたえてはなりませぬぞ。松平家臣本田正信と申す将が使者としてお越しです。それがしが会おう。客前。はは。吉良家家老を富永忠元が話を伺おう。あなた様が文武に長けた富永忠元殿に肺がんの栄を賜り、まこと固い挨拶は良い。本田正信殿とやら用向きを申されよ。はは。こちらは将軍足利義輝様のご内緒にございます。なるほど。これを大義に吉良家を傀儡にしようと目論んでおられるのですな。傀儡などとは恐れ多いことに、ただただ三河吉良家の安泰こそが三河の安寧につながると心しております。そのためにも吉良義明様から兄上であられる義康様に一言、以後は兄上に従いまするとおっしゃっていただきたい。ははは。確かに義康様は義明様の兄、されど次男ではないか。それに三男でも家督を継ぐことは珍しくなかろう。それは病などの特別なわけがあった時に限られまする。吉良家には該当いたしません。ならばこれをどう捉える。十三尾権大納言ですと。吉本殿が生前に骨を折っていただき、苦行中身門家を通じて官位を授かっておったのじゃ。本田殿もよう知っておろう。日の元は位が全てであることをの。これでは将軍よりも上ではないか。義輝公は征夷大将軍、比べるものではありません。信じられねえ。疑うのであれば朝廷に尋ねてみなされ。今日のところはここらで。ご苦労様。おい、世はいつから十三に権大納言だったのじゃ。偽りです。偽りだと。これで時が稼げました。元康もこのことを知り動揺しよう。必ず囲いの兵にも緩みが生じます。そこをついていくのです。ようわからんが任せたぞ。はは。一方本田正信の話を聞いた松平元康は、十三尾権大納言だと、そんな話は聞いたことがない。偽りであろう。直視を見せられました。それが捏造されたものかもしれませんが、しかと判明するまでは。分かっておる。すぐにも西岸寺の王将を通じて調べさせよう。はは。各人に申し伝えよ。
城攻めはしばし先となると。こうして攻め手の臨戦態勢を解かれた。その状況を富永忠元は矢倉からしっかり確認していた。小牧に布陣する本田博隆の陣は酒を浴びておる。緊張の糸が切れたのであろう。我らは用地を仕掛け松平兵の士気を砕いていくぞ。わしに遅れを取るなよ。行くぞ。富永忠元は城を打って出ると、警戒の薄い本田博隆の陣を奇襲した。博隆様、敵襲です。登場上の兵であろうかと。な、なんじゃと。まずい、すぐにも武器を持ち応戦するのだ。はっ。無警戒の本田博隆の陣はあっという間に混乱を起こし、暗闇の中本田兵は四方八方に逃げ出していく。ダメだ、とても戦えぬ。一旦西へ逃げるぞ。ここらでよかろう。陣に火をかけ城に戻るぞ。囲いの一角を担う本田隊が壊滅したとの知らせは、早朝にも室城の元康に届けられた。何、広隆の隊が壊滅させられただと。はっ。夜間に富永隊に襲撃され、800いた兵は散り散りに。撃たれた数も100を数えておりまする。広隆は無事なのか。藤井松平の陣にて保護されました。うむ、藤井松平衆に伝えよ。矢作川を渡り小牧の地に入り、散った本田の兵を集めるようにと。ははっ。陣で酒を飲んでいたと聞きます。そこを疲れましたな。よもや富永忠元はこれを狙っておったのか。城攻めが伸びたことだ。必ず油断する陣が現れると。ああ。陣は無数にあるのです。一つ二つ潰されたところで、いや、これを利用するのです。そうだ、平八郎出番だ。ははうわっ。あ、安定のデカさだな。そなたに旗本衆200を預ける。雨が降るまで城の大手門前で挑発を続けよ。お任せくだされ。雨が降ったら突撃しまする。するな、陣でまったりすればよい。まったりとはどのような策。さあ行こう。頼むぞ。元康は策を定めると、大雨が降るのを待つことにした。その間、本田忠勝は藤田稲手に陣を敷き、毎日決まった時刻に挑発を続けた。誰でもよい、それなしと一騎打ちをせよ。なぜ誰も出てこぬ。吉良の諸将は皆腰抜けか。またも本田って小僧が門前で騒いでおりますな。我らをおびき出したいのであろうな。まあ構う必要はない。挑発に飽きるまで待てばよい。はは。雨が降ったのはそれから3日後のことだった。さすがに雨の日は休むのですな。ああ、しっかり休んでおろう。なんせ7日も叫び続けておるのだからな。藤浪縄手に敷かれた敵陣の様子が分かりました。どうであった。万兵以外は皆不足を外しており、中には酒を飲んでいる者も。これを待っておったぞ。兵を東ぐるわに集めよ。はは。富永忠元は雨が降る中、200ほどの兵を引き城を出ると、本田忠勝ら先鋒衆が休む陣へ向かった。見えたぞ、陣幕を破り一気に切り込め。富永隊は一斉に陣へ攻め込んだ。しかし陣はもぬけの殻であった。富永様、陣に誰もおりません。はかられましたぞ。まあ、まずい、すぐに城に戻るぞ。はは。しっかり借りを返させてもらうぜ。良いか、誰一人城へ戻してはならぬぞ。かかれ。雨に紛れ藤波縄手に向かっていた本田博隆は、富永の隊を確認すると躊躇なく突撃した。始まったな、我らも向かうぞ。富永様、城まで急ぐ。くそ、数が多いか。ぐ富永忠元殿にございますな。そう、そなたは確かどいの本田殿か。いかにも本田博隆にございます。武勇高き富永殿の解釈、拙者に務めさせていただきたく。では頼もう。はは。どうか、平吉明様のお命だけは。ご案じなく。むでは頼む。いざ。お見事にございまする。平吉明を支えてきた忠臣富永忠元は藤波縄手の地で散った。その知らせはすぐにも北条城の平吉明に伝えられた。富永忠元が敵に囲まれ撃たれたじゃ。残念ながら他にも陣詰めに出た将兵は皆討ち取られてございます。策に溺れおって若者めが。松平元康の名代本田正信がお越しですが。ああ、ここへ通せ。はは。受賛に権大納言などとまんまと騙されましたぞ。騙し合いの世であろう。これしき些細なこと。さてこの身はどうなる。終わりにでも送られるのか。さあ、それが死には分かりませぬが、一つ言えることはこのはず軍には残れません。そうであろうか。では参りましょう。家老富永忠元の討ち死にを聞き戦意喪失した吉良はその日のうちに松平元康に降伏。その身は
本田博隆の土井館に送られた。翌日、松平元康は城を押さえるべく東条城に入った。吉良義明様を降伏させることができ安堵しております。ああ、今川方に逃れておったら無用な火種を残すだけゆえな。いかにも元康殿も人が悪い。せっかく来たから参ったのじゃ。もっとわしの活躍の場を増やしてもらわねば。申し訳ござらん。では次は先方を。そういう意味ではなくじゃな。ははは、分かっておりまする。母上によろしゅうお伝えくだされ。ここにおりますよ。おられたので。長人のお世話をせねばなりませんからな。久松は援軍を出したのです。ちゃんと褒美をくださいよ。褒美ですか。ただで長陣するお人よしがどこにおるのです。長陣というほど時はかかっていいですね。はい、よろしい。すまんな。殿、吉安様をお連れしました。うむ、おう、久方ぶりの登場上よの。何もかも変わっておるわ。もう十数年になりましょう。するが連れて行かれる前ゆえそうなるか。以後はこの道場城を吉安様の居城としてお使いくださいませ。こんな山の城など嫌じゃ。西尾城に慣れてきたし、何せ新しい。そうですか。ならば道家一族のものを入れてもよろしいでしょうや。元康殿が得た城でもある。好きにするがよい。ではそのように。松井忠次。ははは。そなたの主松平亀千代はいくつになった。5つにございます。読み書きを始める頃ゆえちょうどよかろう。これより松平亀千代を道場城の城主とし、道場松平家と呼ばせよう。そなたは亀千代が元服するまでの間、森役兼道場城の城代に任ずる。よろしく頼むぞ。母しかと務めまする。うむ、酒井正家。はっ。道場吉良家は消滅した。以後そなたは西尾城代として吉良義康様を支えるのだ。城代。幼少の頃より正家を見てきたのだ。そなたの器量は誰よりもそれがしが知っておる。はず軍のこと任せるぞ。母吉良家のため、松平家のため、誠心誠意働きます。よし、皆の者聞いてくれ。吉良家は当家にとって親のような存在である。半ば強引な策を選ぶことにはなったが、吉良義明様、そして東条城を無傷で降伏させることができたのは大きい。すべては皆のおかげぞ。元康、心より礼を申す。皆も心しておろうが、この先は今川方国衆らとの壮絶な戦が待っておる。ここにおる中にも命を落とす者も出てこよう。されど三河安寧のためには戦わねばならぬのだ。この乱世に生まれた以上逃げることはできぬ。それがしも絶対に逃げぬ。それゆえ皆も最後まで突き従ってくれ。独立した西三河領主松平元康の勝利を祝ってくれ。勝ち時だ。松平元康が今川家を裏切った理由や時期については多くの説が存在する。今回の物語は瀬名姫や亀姫の岡崎入りの時期など新たな説を取り入れながらも、これまで言われている説も随所に採用し描いている。歴史の結末を知っているからこそ、あの時織田信長に鞍替えして正解だったと判断してしまいがちであるが、例えば長尾景虎の関東侵攻があそこまで大掛かりでなかったとすれば、今川氏真は武田信玄や北条氏政の援軍を取り付け、大軍で三河から尾張に至るまで接見していたかもしれないのです。今のように正確な情報が瞬時に入ってこない戦国時代に、元康は相当リスキーな判断をしたのだと思えてしまう。松原元康の今川離反により始まった三州錯乱はまだ始まったばかり。この先多くの難題が元康を待ち受けることになる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。